コルフォーオンは、アメリカ海軍の駆逐艦。ウィックス級駆逐艦の一隻。艦名は、エドマンドコルフォーオン海軍少将にちなむ。コルフォーオンは1917年9月19日に、マサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー戦所で、帰港する。1918年2月21日にエコルホーオン、夫人によって、命名、浸水し、九百十八年六月十三日に、 艦長、b b y ンと中佐の指揮下収益、大西洋艦隊に配属される。原爆明細を施し戦艦護衛を行う、コルホーオン。1918年中頃、1918年6月30日から9月14日まで、コルホーオンは、ニューヨークとヨーロッパ間の戦艦護衛を担当した。11月10日にニューロンドンに到着、開発中の超音装置の実験に参加した。 1919年1月1日に、コルホーンは、ファイアーアイランドで編成された北太平洋輸送船団を支援するため急行し、ニュージャージー州方防圏に向かう194名の兵士を輸送した。カリブ海及び東海岸沖での活動後、コルホーンは、フィラデルフィア海軍交渉で1919 19年12月1日に限定収益状態に置かれる。 ノーフォーク海軍交渉でのオーバーホール及び、サウスカロライナ州チャールストンでの予備役期間を終え、フィラデルフィアに戻ると1922年6月28日に退役した。1940年6月5日にノーフォーク海軍交渉まで経遠され、これ法案は高速輸送艦への回収が行われた。作業が完了すると1940年12月11日に、 APD-2 として最終駅する。コリフォーオンはノーフォークとカリブ海の間で訓練を行い、その後ニューカレドニアのヌメアへ向けて出港、1942年7月21日に到着した。コリフォーオンは第一教習海兵大隊を乗せ、8月7日に行われたガダルカナル島への教習揚陸の第一陣に参加した。その後も、 進行作戦において輸送及び対戦紹介に従事した。1942年8月30日、ガダルカナル東沖を巡航中の14時に、コこれー,ーンは日本軍機の攻撃を受ける。最初の攻撃で艦の救命ボート及びボートダビットが破壊され、ボートのディーゼルエンジンから火災が生じた。第二の攻撃で右玄への直撃弾を受け、 フォアマストが倒れ 20mm 砲2門及び4インチ砲1門が破壊され機関室にも損傷を受けた。もう2発の直撃弾により、後部デッキハウスの兵員が全て死亡した。ガダルカナル島から来た上陸用集艇が乗組員を救助し、これンは難易09度24分統計160度01分、難易9.2400度統計160.017度。 マイナス9.2400160.017の海域で沈没した。この戦闘で51名が死亡し、18名が負傷した。コリフォーオンは第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。